どの教科もね、わからなかった。できるようにはならんかったで。え、合格発表見に行くわけですよ。そして、ないと。そこでね、お笑い芸人になるか浪人するかね。では始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、受験失敗した時の話をしようかなと思います。まあ今ね、まあ合格発表でね、喜んだ人、涙を飲んだ人といると思うんですが、自分のね、失敗した時の話をしておこうかと思います。自分は大学受験ですね、現役時代は失敗してるんですよ。そんな今まで言ってきてないじゃないですか。そうなんですね。現役なんとかメソッドっていうね、のをいろいろ喋る必要があるから、あんまりね、まあ、言わない方がいいんじゃないかなと思ってね、その前まで言ってましたよ。全然そこに所属する前の予備校では全然普通に喋ってましたけど、早稲田塾は現役合格のところだから喋んなかったですけど、四谷学院に行った時は喋ってましたね。なんていうか話すことはもう山ほどあります。だからそのうちの今回はその現役時代のですね、失敗の話をしようかなと思いますね。前にも言ったと思うんですけども、僕自体はレベルは高くなかったんですよ、高校時代。まあ、高校受験の時は頑張ったんですけど、別にそんなレベルのすごい高い高校っていうわけじゃなかったんですね。で、英語は丸暗記みたいな形。SVOC とかも結局理解できないままでした。高1、高2は学級崩壊してましたから、もう全然話にならない。で、高3の時に入試問題を使う授業があったんですよ。で、そこでもうボロボロです。全然わからない。何にもわかんない。どうやって読んでいいかもわかんない。もうだからテストまでに文章を丸暗記しようとするんですけど、理解できないんで文章の内容が、暗記することすらできないっていうので、もうボロボロだったんですよ。夏かな？予備校に通い始めるんですよ。某予備校ですね。そんな有名なとこではないんですけど、で、英語はね、やっぱね、わかんなかった。どの教科もね、わからなかった。できるようにはならんかったね。英語はなんとなくわかるけど、その文法を理解するとかっていうのは一切できなかったし、古文も、さっぱりわからなかったし、現代文もさっぱりわからなかった。そんな中やってったんですよ。ただ本番に強いっていうのを知ってたし、後半にこうグワンと伸びるっていうのも知ってたんで、なんとかなんじゃねえかと思って、とにかくたくさんやったんですよ、問題を。センター試験のためにすごく頑張ってやったんですね。じゃあもう本当に死ぬ気で問題解いたんで、数学とかはすごいできるようになったし、科学と倫理が好きだったんで、科学も倫理もすごいできるようになった。で、まあ千葉大を受けようと思ってたんで、とにかくセンターの勉強を一生懸命やったわけで、理解じゃない、もうとにかく暗記、数学も全部暗記です。もうひたすら出てくるパターンを暗記するっていうのでやったんですよ。なんとですね、それで70何パーセント取れたんですよ。結局の浪人時代も70何パーなんだよね。浪人時代めっちゃ英語できるようになったんって思ってるかもしれないですけど、現役時代よりも浪人時代の方がセンター試験の点数低いんですよ。そうだから全然大したことない。74、5%が現役時代で、72%だかなんかだったと思うんですよね。浪人時代は。英語がすごいできたっていうわけじゃないんですよね。数学は両方9割取ってんですよ。で、国語が現役時代は5割いったかいかないかぐらいで、浪人時代が6割ぐらい。そう、だから国語もね、大してできないんですよ。世界史がね、すごいジャンプアップしたのを覚えてる。現役時代は半分ぐらい。で、それが86点だったのを覚えてますね、浪人時代。倫理も両方8割いってて、ただ、浪人の方が88点取ってんだよね、確かね。そう、浪人の時に倫理の方が結局良かったっていうね。世界史めっちゃ勉強したのに結局倫理超えられなかったっていうのをよく覚えてるんですよね。で、理科、科学やってて、両方7割くらいいったのかな。世界史しか成長しなかったんでね、結局ね、浪人時代。まあ、それは。いずれまた話すとして、まあ、千葉大行こうっていうのをずっと決めてって、まあ、千葉の高校だったんで、まあ、ずっと E 判定、一回も E 判定を取ることはできなかったんですけど、本番だけ A 判定かなんか取ったんですよ、70何パーでね。来たと、やっぱり自分は本番に強いんだと思ったわけですよ。高校入試もうまくいったし、これいっちゃうんじゃないのって思ったんです。そうしたらですね、二次試験ですね。まあ、よくわかんない。できたのかできてないのかもわかんない。感覚としてね、全然。でまあ、ただまあ A 判定取ってるし、いけんじゃねえのっていう風に思って合格発表見に行くわけですよ。そして、ないと。
絶望ですよね。いや、あの絶望感はね、忘れらんないよ、本当に。そこでね、お笑い芸人になるか浪人するか悩んだ。だから吉本のね、そのお笑い養成所 NSC のオーディションみたいなのあってね、今思うとね、学生でも結構 NSC って言ってるらしいんですけど、なんかもう専門学校のイメージがあったんで、面接があるんですけど、集団面接ですね。で、そこでそれぞれなんかネタやったりとか、高校生がね、もう一人いて、もう一人の人がね、一切何も喋んなかったっていうのはよく覚えてます。もう超緊張しいで。で、僕の隣の人はコンビでネタやって、まあ、シーンですね、本当に、ね。誰一人笑わない。もう地獄。で、僕自身もね、勉強頑張ってクイズ番組出てみたいなね、話をしたんですよね。だからネタとかは一切やらなかった。だって受けるわけねえと思ったから。準備もしていかなかったし。まあそれで受かるんですけど、高校生二人いて、あ、君の二人は未成年だから、親の同意書がいりますよって言われたんですよね。結局、その合格した通知だったりとか、その同意書を書く書類とかっていうのを親に見せることができなかったんですよ、僕ね。やっぱ浪人するかって思ったんですよ。センター利用でね、確か日大受かってんだよ。総合政策か。受かってて、この間そう公開授業で静岡行った時に、あ、ここにあったんだ、日大の総合政策って思ったんですよね。で、そう、静岡だったっていう理由もあって、行かなかったんですね、僕ね。日大っていうことで、とかって思ってたりとかじゃないし、自分のそんなレベルも高いと思ってなかったから、レベル相応だなと思ってたんです。受験に関する知識が全くなかったんだろうね。今の自分が見たら、怖いってなるわ。まあね、進学校だったら違うんだろうけど、そんな感じだったんですよね。浪人するときに、どうしようかなって思ったときに、やっぱ慶応っていう響きがいいから、とにかく慶応ボーイになりたいっていうふうに思ったんですよ。安易な発想。で、だから慶応の英米文学を目指して勉強し始めるんですけど、まあなんせさ、やっぱ気まずいんですよ。何が気まずいかっていうと、僕はだから A 判定を取ったことはみんな知ってるんですよ、クラスの人たち。そのダメだったっていう結果を知るのは卒業式の後なんですよ。今思うと辛いよね、卒業式でも分かんないんだもんね、結果ね。で、だからそのクラスメイト、仲も良くもないんだよ。いるわけですよ、その高校のクラスメイトとかがさ、A 判定だったはずなのにいるみたいな感じですね。千葉大行ったんじゃねえのみたいな感じで見られるわけですよ。見られるけど、別に話もしないから、浪人中一回も話さなかった。クラスメイトが何人かいたんだよね。でも、そのクラスメイトたちと一言も話さなかったですね。でも嫌で嫌でしょうがないと。もう行きたくない。で、まあ、自分自身一人暮らししてるんで、なおのこと行きたくない。まあ途中からね、やっぱりあまりにこれじゃまずいと思って、コンビニで朝5時からバイトするんですよ。その高校時代とかはもうほとんど遅刻だったんで、朝起きれない人間なんで行かなかったんですけど、これじゃまずいと思ったんで、その浪人時代は朝5時にコンビニでバイトして、で8時に終わって、でその後に予備校に行くってやつでした。もう本当に嫌だったんですけど、行きたくなかったんですけど、それが変わるんですよね。予ゼミのね、先生たちの授業を見て、授業ってこんなに面白かったんだっていうふうに思うわけですね。で、まあ特に富田先生の授業を見て、来たくないって思ってた。同じクラスメートとかもいるし、部屋の中にもう気まずくて、やでやでしょうがないっていうのがなくなったんですよ。ああ、なんかわかる。理解できるっていう、あの感動ですよね。行くように変わってったんですよ。その現代文の笹井先生とか船口先生の話も面白かったし、吉野先生の話とかもすごい面白かったし、富田先生の話を聞いて、これ、自分できるなって思ったんですよね。これが自分の職業だなっていうふうに思ったんですよ。辛い浪人生活が変わった、楽しめるようになったっていうのはありますね。まあいずれこの浪人生活についてはね、話していきたいと思いますね。で、その時のね、お、ゼミでのその出会いっていうのはすごく大きかったと思いますね、今でもね。だから今ね、浪人考えて、ああ浪人やだな、辛いなって思ってるかもしれないですけど、やっぱね、トップ講師たちの授業がね、すごい感動するよ。そこはただダメですよ。講師批判とか講師ばっかに目が行くんじゃなくて、ちゃんと勉強してくださいね。自分で結局やるかやらないかですから、そこが重要ですからね。ここをね、間違えないでくださいね。授業を取りまくって勉強しないとかね、そんなのダメですからね。予習、復習、ちゃんとやるんですよ。まあ2020年は当然安全志向になってね、浪人を避けた人がすごく、たくさん出たわけなんですが、まあ浪人するって決めたからにはね、頑張ってやろうって思ってください。僕は応援してます。で、だから、2020年の授業からは、私はあの、浪人時代の話解禁ですので、いや、面白い話がいっぱいあるんですよ。
が授業でも話すだろうし、 YouTube でも話していきますので、ぜひね聞いてもらえればいいんじゃないかな、楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.